はい。じゃあ、亀岡です。今日はですね、9月の11日からのですね、週の日本株を中心にしたですね、短期の私の相場感ですね、それから気になる金融と経済とビジネスの動きですね。そして最後にですね、注目2銘柄ということで、明日ですね、えー、材料が出て動くかもしれないですね。そんな銘柄をですね、ご紹介しようと思うんですが、特にですね、最後に紹介する良い決算が出たですね、銘柄はですね、2つともですね、かなり低位にチャートの位置があるということで、 このですね、定位のチャートが見直しが図られた場合はですね、ここからまあ日本株の上昇と,とともにもしかしたら見直し外が入る可能性もあるんじゃないかなと思って注目をしています。ということでね、えー、今日も早速、まずはですね、えー、相場の今週の注目ポイントですね、こちらの方から振り返っていきたいなと思うんですが、 今週のですね、相場で注目すべき3つのポイントということで、まずはね、アメリカの CPI ですね、こちらの方が発表になります。消費者物価数ですね。えー、まあ今ですね、えー、消費者物価数によってはですね、えー、今後、インフレがですね、加速をしていくのか、それとも順調にですね、この後下がっていって、まあソフトランディングですよね。えー、このですね、インフレも落ち着いて、そして、いよいよ,、ね、いよ,いよですね、 え、金利の、いわゆる、利下げの方にですね、入るのかと。まあ、そのですね、まあ、その、判断材料になるんじゃないかなと思われます。僕はですね、この石油がですね、今上がってますよね。そしてアメリカの放出備蓄の方もですね、えー、まあ、石油備蓄の方も放出してきて、結構ね、枯渇してきていると言われてますよね。戦略備蓄の石油ですね。まあ、こういったところを考えると、もうですね、石油の方は上がる上昇余地の方がむしろ大きいと。 考えられますので、まあ、ここまでね、上がってきた石油の影響も、そしてここから先ですね、え、石油による悪影響ですね、上昇していくってところで、インフレはですね、むしろ、まあ、現状維持か、もう一回ぐらいですね、上げてくる可能性もあるんじゃないかなと見ています。まあ、余談は許さないということですね。まあ、それがですね、今日の今週ですね、はっきりすると。それからもう一つね、アメリカの PPC ですね、これは何かというと、 これはですね、プロデューサープライスインデックスということで、生産者物価数ですね、つまり製造業とかね、えー、中間流通をしているそういった業者のですね、えー、販売価格のいわゆるプライスのですね、えー、上昇率、もしくは加工率というものを数値化したものになっています。まあ、これによってですね、えー、そのいわゆる製造業のですね、えー、物価がインフレとして今どうなのかと、物価高になっているのか、 それでも下がっているのかというところも今週ですね、数、え、値、ー、として出るということになりますので、まあ、この2つを見ればですね、アメリカの今後のインフレの先行き、そして金利のですね、えー、判断も見えてくるんじゃないかなと思いますので、日本株もですね、何度も話して,きている通り、9月の第2週というのは結構キルゾーンと言いますか、まあ、その大きな、ねえー、ボラを生み出しやすい、まあ、上下幅をですね、大きくしやすいので、 まあね、緊張感を持って、えー、今ね、望んでいった方がいいんじゃないかなと思っています。で、株価の方はですね、ここに来て、2日、えー、大陰線をつけてですね、一応、短期の下降トレンドに入っているように見えますが、75日移動平均線ですね、ここに接近して、もしかしたらですね、明日先物が上がってますので、一旦はね、うん、ちょっと、小判発もしくはね、えー、まあ自立判発みたいなことが起こる可能性がありますが、 これ何度も話しているのでね、えー、まあ皆さん知ってる通り、9月第2週とかっていうものは、まあ、キルゾーンなのでね、えー、比較的下げやすいというのが、まあ、経験則上を,を分かっています。なので、まあ、そこでね、一旦月曜日反発したとしても、もしかしたらね、今度は75日同意金銭を切り下げて、再び下に向かう可能性もあると。 僕は睨んでいますね。ただそこは、まあ、配当兼利を受に対するですね、9月末のですね、まあ、絶好の会話になる可能性もありますので、僕今、打診買いをここまでね、えー、続けてきましたので、ある程度ね、3万2000円ぐらいまで来たら、まあ、まあ、本局を入れるしかないかな。ちょっとね、3万1000円まで来るまで、えー、9月末配当が間に合わないということの判断になったら、 え、仮に下がった場合は、3万2千円あたり、もしくはね、できればそれを下回ったところで買いたいんですが、あとは個別メーカーの動きになってきますよね。まあ、日経平均だけではなくて、まあ、トピックス、それから各セクターごとの個別メーカーの動きを見ながらですね、安くなったところを絶好の会話として判断した場合は、そこを買って、いよいよ9月末配当を迎えると。 いうね、えー、動きになっていくんじゃないかなと思いますし、それ以外にね、11月、12月、そして来年に向けて上昇するかもしれないセクターの割安な銘柄はですね、この下がったところは買っていきたいなと思っています。このあたりはまたね、えー、今週か、えー、おいおい皆さんとレギュラーの動画をね、えー、踏まえながらシェアをしていこうと思っていますね。なので先物はですね、うん、まあ下がんないですね。ニューヨークダウンの先物も,も79ドル だがってことで上がっていますし、それにつられて日経平均も157円高で今上がっていますので、まあ3万3000の方にね、一気に近づくってことはないですけども、ちょっと圧は自立反発をしそうだ、しそうだという今状況になっています。で、それ以外ね、気になる急と経済の動きと、最後に定位にあってですね、材料が出た銘柄ガ銘2をね、ご紹介していこうと思うんですが、今、ビコ欄ラですね、もう9月末までの公開になりますけども、今年の1月から6月までですね、えー、これがですね、 1700万円の利益だったんですね。これ配当込みになっています。その画面ショットをべてね、公開して、あとはね、えー、そのやり方といいますか、どのなルールを持って戦ってきたのかっていうのね、公開した動画をお、ま、期間限定で、えー、今、 リンクを貼っています。で、そちらの方もね、えー、見てもらうと理解が含まれるんじゃないかなってことと、もう一つね、1月から3月までの1300万円だった利益、その,のやり方もですね、チャートを使って全て無料で公開した動画をリ考ーで公開していますので、合わせてチェックしてみてくださいと。これも9月末になりましたら消しますので、えー、ぜひね、それまでに見てもらえたらなと思います。あとね、気になる金融の動きというところで、FRB ですね、当局者がですね、自信を高めていると。 どんな地震かっていうとですね、アメリカ経済のソフトランディングに対してということになりますね。ただ僕、人の動画で話しますけども、なんか屋台にソフトランディング、ソフトランディングとね、えー、ネオソフトじゃないですけどね。パン、山崎パンのね、<laughs> 山崎パンのネオソフト。まあ僕はね、えー、よく親戚の家に行くと、うちのね、えー、家は、まあ貧しかったのでね、こう見えて、こう見えてって皆さんから見て僕はどう見えてるかわからないですけどね。 えー、僕は3歳の子に、えー、実母と言いますか、母親を亡くして、その後ですね、姉2人いたんですけども、それぞれおばあちゃんとか親戚の家に引き取られて、まあ姉はね、中学生ぐらいですぐに暮れましたけども、結婚も早かったですけどね。僕はまあ一人、父親のもとに残されましたけども、まあそんなに裕福じゃなかったので、小学校ぐらいからね、家出を繰り返していて、 いましたで朝ごはんもね、もう小学校ぐらいからあの作ってもらったっていうかね、提供されたことがなかったんですよね。まあ今思えばね、えー、保護されてもおかしくはない環境で育ったんです。で、夜もね、冬になると寒くて起きちゃうとかね、小学生ですからね、あのー、中学生とか高校生とかね、大学生じゃないですよ。小学校の時に寒さに震えて夜の冬を過ごすっていうですね。<laughs> いやでも、まあこんなものはね、しょうがないですよね。それをバレにして、えー、成功して這い上がっていくしかないので。だからまあこそ、 このね、えー、ハングリー精神で、えー、ここまでね、えー、成り上がってこれたっていうのもあるんじゃないですかね。だからよくコメントではね、どうせそんなにこう、頑張るんですかとかね、どんなにそ、どうせそんなに毎日 <laughs>、いろんなことをね、えー、更新したりとか、えー、やってるんですかと動画とかね、えー、本とかも含めて。まあ基本的には小学校の原体験がありますからね、あの時に比べれば、まあ今の辛さとか苦痛とか、むしろ、えー、幸せに向かって、ね、いる まあね、その前向きな苦労でしかないのでね。えー、だからそういった原体験が生きてるんじゃないかなと思いますが、何の話だっけそうそう。まあそういう時にね、えー、親戚の上に行くとネオソフトがありましたね。うちはだから朝ごはん出なかったのかね、えー、親戚の上でパン食をね、こうトースターで焼かれたネオソフトを食べて、こんな美味しい朝ごはん、羨ましいなと思った。っていうね、えー、そんな話、ちょっと余談になりましたけども、まあね、そんなあネオソフトではなくて、ソフトランディングは可能だってことで、 もうメディアはね、えー、まあ、ポジショントーク、あと業界関係者のね、もうソフトランディング職一色なので、このポジショントークはやっぱ気になるなんていうこともありますし、あとね、これだけ、まあ、楽観論に、今ね、金融市場全体がま染まっているってことは、やはりちょっとしたね、はしごのかけ違いで大きく不信感が高まると。そしてそこからですね、えー、もし、やはりこれはハードランディングだろうってことになったら、 ねえー、大きくですね、えー、空売り勢が増えて、もしくはもう既に仕掛けてる空売り勢が勢いを増してね、下がっていくこともあり得るんじゃないかなと。まあ、楽観すぎるといずれ悲観に触れ,触れますし、悲観に触れすぎるといずれ楽観に触れると。まあそれを交互に繰り返すと。特に今の米国株は、まあその繰り返しなのでね、これだけ触れたってことは、うん、次はなんとなく見えてくるんじゃないかなと僕なんかは思いますけども、皆さんはどう思いますかと。 それからね、中国ですね、えー、初回購入者向けの、いわゆるね、住宅ローンを優遇するってことですね。これはね、これはおそらく、今の不動産バブルの崩壊と、あとはこの、市況全体が悪化してますよね。まあね、えー、もうその、今、買い手がいないんじゃないですかね。えー、まあ、信用不安にもなってると思いますし、少なくともね、日本にいる、僕の友人のね、家境のね、中国の人たちもですね、中国本土で、日本で儲けたお金で、 結構不動産を買っていたように感じます。うん。実際に話をね、聞くとね、食べに行ったりとかして、えー、証面とかね、奥の方でマージャンするわけでしょ。カチャ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 。で、ああ、来たのみたいな感じで話すと、もうね、中国の方で2軒ぐらいマンションを持っていてね、えー、すごいっすねみたいな。<laughs> マジっすかみたいな。この東証面がね、えー、マンションに化けたのかみたいな、まあ。そう思いながらスルスル食べていましたけどもね。えー、まあそういった知り合いが何人かいるんですが、 まあそういったね、え人たちのね、えー、マンションもどうなったのかと。まあでもそういったね、その2件3件と買っている人ではなくて、初めて購入する人ですね、人ですね。こういった人たちは、まあその、事実質だということもありますし、やはりその伸びていかないと、これからの不動産市況がますます悪化してしまいますよね。まあ借金に次ぐ借金で不動産を買う人ばかり増えてもね、これはね、えー、日本でもありましたけども、あカバチャの場所とかね、 えー、そういった不動産を、まあ、どん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 、こう、借金で回していって、最後破綻していくみたいなことになってしまいますし、やっぱり今、必要なのは実需ってことになりますので、初回購入者は、えー、優遇するってことをおそらくやって、そのを広げていくんだと思いますね。果たしてこれはどうなるのかね、ちょっとね、追跡をしていきたいなと思います。そして日本もね、えー、まあ、楽観ばかりじゃないってことで、いよいよね、コロナ特別融資が終了ってことで、これはね、金利を最大5年ぐらいかな、うん、まあ、そのゼロにすると。そして、 えー、さらにですね、えー、栗のですよね。今まで借金をしていた人も優遇してお金を借りられたので、まあ、いわゆるリセットに近い形ができたわけですよ。経営者にとってはね。もうこれ以上借金ができないってところで、倒産しようか、もしくは生産しようかってね、判断をしかかったところにコロナが来て、まあ、そういった人でもとにかくわからないですからね。あの状況で、ね、えー、それが本当に健全な融資なのか、 もうね、つ、え、な、ー、ぎもできない、リセットもできない経営者が慌てて書き込んでるのか、あの点時に判断しようと思ったら、ちょっと難しい。人手が足えない、時間が足えないということになりますので、本当に必要としてる企業にもお金が回らなかったと思います。まあこれはね、うん、まあ制度上っていうよりは、僕も実際その時ね、えー、コロナ融資受けたんですよ。別に内部留保もありますし、それほど言うほど危機的な状況ではなかった高温にもね、それでもやはりつないどこうと。これ僕でも思いま,思いましたからね。 で、言ったらもう、もう満席でね、えー、その、国民生活金融高校かなあの時はね、あだったと思います。政策金融高校のね、もう順番待ちが確か63番とかね、朝行っても、まあ昼ぐらい、ランチを食べて戻ってきてもまだ自分の順番になってないという状況でしたので、そうした中で、まあ選別がしにくい、うん、まあ、理由で言ってね、えー、分、なんて言いますかねこう、投資判断って言いますか、その融資判断が、 え、できなかったので、とにかくすべてに代わりしたんですよね。そうした中で、まあ、いよいよね、その、特別融資ももう終わって、実際に、その、自分の、稼ぎから、えー、その、返済をしていかないといけないというフェーズに来て、倒産が増えると。ただ、これはね、その、猶予期間でね、やっぱり、新しく、最後のね、生き残りをかけて、攻めに転じていなかったら厳しいでしょうね。 そもそもそういった企業は、そのコロナの前の段階から苦しかった、厳しかった。たまたまコロナユースによって救われたという企業もすごく多いと思いますね。言葉を選ばずに話せばですよ。なので、このね、えー、生かされたこの2年間をどう使ったかで、えー、今後のですね、えー、いわゆる、うー、人生の選択がですね、この企業にとってはですよ、えー。変わってくるんじゃないかなと思います。ただ、うん、これが終わるってことは事実なので、 ここからですね、えー、大きく倒産は増えていくと思っています。まあ実際にね、今足元だと、去年よりも大きく倒産数が増えてますから、えー、ますますね、増えていくと思いますが、これは事実上のね、えー、このコロナによる倒産もそうですけども、 あのです。あとはその業績悪化とかね。その前から苦しかったところが、たまたまつなげ融資で助かったところが、まあ実際にダメだったので倒産していくと。まあいろんなところが複合的に絡みながら増えていくということ,ことになりますけども、まあそれでもね、えー、日本経済にとってはちょっとね、えー、まあ推しの要素となると思いますので、まあこれも警戒必要かなと思います。あとはね、日銀の影響力増す高波ということで、まあこれはね、物価上昇もありますし、あとはね、えー 安も150円台に入ってくると、これはですね、かなりいい警戒ラインだと思います。もちろん、為替介入をしてくるとは思いますけども、その時点で日銀がね、仮にその為替介入が失敗したとなると、あと残されている方法は、やはり、この修正しかないわけですよね。ゼロ金利のですね、これを修正しない限り円高に触れないということになったら、もうそれをやるしかない。その瞬間もしかしたらね、高まっている可能性もありますので、 ただ、これがね、えー、現実となると、上がるセクターもありますからね。上がるセクター、上がる銘柄。このらでりはね、まあ、ちゃんと戦略的に睨んでお、えー、いてもいいんじゃないかなと思います。で、それ、最後にですね、えー、注目銘柄ってことで、えー、2つご紹介しようと思うんですが、 まずはですね、えー、これは何だえー、ちょっと間違った。フリーピットになりますね。えー、こちらの方がですね、もう決算内容出ていますが、えー、良い決算だったということでね、えー、明日ですね、注目を集めれば面白いんじゃないかなと。で、こういったね、法人向けの、まあ、モバイルとかデータセンターとかね、セキュリティとかのこう通信ネットワークのー、いわゆるベンダーと言いますか、えー、設備提供する会社になります。 で、株価の方はですね、一旦吹いた後にですね、再び低調になって、もう、えー、75日移動平均線を下回ってきてますので、まあ、このあたりがね、えー、この前回安値のとこまで接近しています。1000円近くまでですね、えー、まあ、その底値だと判断する投資家いたら、まあ、良い材料が出ましたので、えー、まあね、皆さんの方で、まあ、いろいろ調べてみたら面白いんじゃないかなと思います。で、続いてが、えー、ヒーローズになりますね。こちらの方はですね、えー、15倍ですね、えー 前期に比べて、経、え、常、ー、利益は15倍になったと。まあ、6000万円に拡大なので、まあ、かなりですね、そうは言っても、まあ、あのー、めちゃくちゃね、えー、まあ、 えー、大型メーカーではないのでね、えー、利益が伸びてるわけではないですけども、まあ、それでも15倍ってことでね、えー、まあ、明日注目を集める可能性もあるんじゃないかなということで、こちら AI ですね、を活用した、あいわゆる、まあ、開発ベンダーになるのかな、うん、将棋 AI などもね、えー、やってるってことで、えー、まあ、このあたりがね、注目を集めてくると、あとはね、えー、AI という まあ、いわゆる、うー、まあ、ホットワードでもありますのでね、えー、面白いかもしれないと。で、こちら75日動平均線をね、下回って、えー、今ね、株価をちょっと難聴にいい下げトレンド入りをして、それをね、ずっと、4ヶ月ぐらいにね、継続してます。で、もつね、200日動平均線に接近するというところで、この15倍のね、えー、形状利益、 という決算が出してきますので、まあ、このあたりがね、えー、まあ、おしめ買いのチャンスだと考える投資家いたらですよ、あとはご自身の方でね、まあ、材料が出た順にご紹介していますけれども、お調べてみたらいいんじゃないかなということでご紹介しました。まあ、今日はこういった形でね、えー、とにかくいろいろ今週はですね、えー、材料目白しという週になりますので、特にね、米国のインフレ、そして日本のインフレがどうなっていくのかというのをね、しっかりと戦略を立てて、 仮説を立ててね、えー、投資判断をしていくといいんじゃないかなと僕的には思っています。中長期のですよ。ということでね、今日は以上になります。高速で。